旦那、絵描きかね。絵描きに見えないかい。なに、この辺さ、よく絵描き来るだが、旦那みたいにオートバイぶっ飛ばしてくるなんていう絵描き、ほら見たこともね。絵描きオートバイに乗っちゃおかしいかね。なに、大変わりだつだ。絵も不甲斐だ。この雲取山は踊ってるみてえじゃ。山は動いてるよ。なあ、よく見てるとね、ああ山は動いてる。そういえば動いてるだ。なあ、うそ、ん、こけ。山が動いてたまるか。なあ、とにかく俺はこんな風な絵は見たこともねえよ。これは僕の絵だ。人の絵に似てないのは当たり前さ。僕の絵は僕流に描く。おんちゃん、自分のおっかはどんな風に絵があるか人に相談するかね。いいことを言う。あの、神の湯行く道は、少し行くと松井さん出るだ。それを北へ行くだよ。どのくらい？一息だ。うん。この人たちの一息はまず5キロはあるな。どうしてバスで来なかったんです？次のバスまで3時間もあるってもんですから。私、その荷物置いてきなさいよ。は？車につけてってあげる。どうせ今夜は神の湯止まりだ。この山は気に入った。あんまりだ、赤すぎるだよ。雲取山はそんな赤くはねえっちゅうのにさ。うるさいぞ親父。うん、僕の心の中にこういう真っ赤な山があるんだよ。それをこの山を見てるうちに思い出したんだ。いつものはそんなものかな。うん、あ、そうだ、もう少しお待ちなさい。後ろへ乗せてってあげる。宮古さん、あの有名な声楽家の。さようでございますか。大変な写真嫌いでね。連れの人誰だい。お部屋は別々でございますよ。あの写真のことは先だってお断りしてあるはずだとおっしゃってますけど。そんなことは分かってるよ。わざわざこんなとこまで来たんだから、そこんとこ君なんとか。そう申し上げたんですけど。頼むよ君、手ぶらじゃ社へ帰らないんだ。もちろん取り付いてくれよ。でも困るわ私。チェ、一晩泊まって粘らなんとかなんだかな。予算はなしか。ごめんください。はい。
あら、先ほどはどうも。おかげで助かりましたわ。いや、少しお邪魔しても構いませんか。どうぞ。こんな格好で私。ああ、僕だって。ああ、どうぞお構いなく。タバコいいですか。どうぞ。あなた西条美和子さんでしょ。ええ。いえね、さっき女中がこそこそ噂してるのを聞いて、それで思い出したんですよ。お気の目ですね。申し遅れました。僕は青江一郎って絵描きです。ああ、私も思い出しました。何か美術雑誌でお噂拝見したことございますの。ああ、オートバイの話でしょ。ブラマン君の真似してるとかなんとか。自分たちが人真似ばかりしてるもんだから、人もみんなそうだと思ってるんですよ。僕がオートバイ好きなのは、あの傍若無人なとこなんです。あんな具合に生きられたらいい気持ちだなと思ってね。ところで今頃どうしてこんなところへ。専用ですか。ええ、まああんまりいろいろとうるさいことばかり多いもんですから。あなたぐらい有名になるとうるさいことが多いでしょうな。人にジロジロ見られるだけでも疲れるはずだ。ここは夏場はうるさいが今時分はいいですよ。静かでね。あ、そうだ、明日あたり行ってごらんなさい。この少し先に小さな沼があるんですよ。水の色が不思議な緑なんです。時々ひつぎにあんなやつがあるが、まあ、あの林見えませんか。あの真っ黒な杉林、あの向こうなんですよ。あら、今の音、写真機のシャッターらしいな。大方新婚組でも来てんでしょ。別々でございますか。得だね、得だね。社長、今夜はゴンドラぐらい持ってまいりますよ。スキャンダルの値打ちは相手次第だぜ。いくら西条美和子でも相手がどこの馬の骨だかわからんとなると、ゴンドラどころか、まあ、カストリ一杯だね。どうです。まるでポーズつけて撮ったみたいじゃないか。それにさ、この手ぬぐいが効いてるよ。手すりに2つ並んでるところなんだ。演出は細かいね。どうです、社長。しょう、僕はね、陰でこんなことしてやるくせに、表向きは済まして片付いてるやつは勘弁ならねえんだ。しかしこの男一体何者でしょうね。どっかで見たような気がするが、気が利かねえな。どうしてやでやで聞き出せなかったんだな。いや、絵描きだってことだけは分かってるんですかね。買った絵描きらしいっすよ。何しろオートバイ。あった、青江一郎だ。青江社長、カストリですか、ゴンドラですか。ゴンドラだ。おい、来月号は1万部増刷だ。さあ、しかし早速誰かに書かせろ。そう、歌姫と新進画家の恋愛逃避行、恋はオートバイに乗って。さあ、しかしもう少しよく調べなくちゃ。大丈夫大丈夫、記事なんか少しぐらいでたらめでも活字になりさえすれば世間が信用するよ。第一、あの写真を入れれば鬼に金棒さ。君、現代の偶像は何だ知ってるかい。写真版と活字だよ。恋人をご存知でしょうか。
国家マントの話題をさらうアムール12月号。さあ、売り切れぬうちに早速最寄りの書店でお買い求めくださいませ。印刷さん、こちらアブール社ですが。あ、前田どうも。あのね、12月号をあと1万部増刷してもらいたいんですが。ええ、ええ。あ、それからあの紙はこっちで都合します。どうぞよろしく。社長、OK です。あ、どうだみんな。忘年会は箱根あたりで派手にやるかな。それでも、3ヶ月分の給料お願いします。誰だ、不景気な声出すの。3ヶ月分の給料はもちろん。ボーナスのことも考えてるよ。おお、みんな、この来館に感謝せよ。おい、なんだって不景気な面してんだい。ねえ社長、大丈夫でしょうかね。なるが。いや、あのスキャンダルの記事ですがね、本当だといいんですけど。君が書いたくせに何言ってんだい。まあ、僕は社長が無理やりに書けとおっしゃるから、あの写真から想像してでっち上げたまでですよ。男女関係の原則は一つしかないよ。細かい戦いきさつが違ったって大したもんだよね。しかし抗議されたらどうします。誰も読まないようなところに謝罪広告を出しゃそれで済む。もし告訴されたら。いい宣伝だ。あと1万部増刷するね。おいおい、君の苦労賞にも呆れるね。スキャンダル取り扱ったのはこれが初めてじゃあるまいし。考えてみろ、これまで告訴されたことが一遍だってあるかってんだ。抗議申し込まれた試しもない。そりゃまあそうですけど。心配するなって。えありがたいことに俺たちの餌食になるような高尚な連中はね、上品ぶってるから法律に訴えることができるような場合でも実際的にそれを適用しようとはしないもんだよ。まあせいぜい気ぐらいの高い軽蔑だけでことを済ましちまうんだよ。アムールの12月号見せてください。青江先生でいらっしゃいますね。さあどうぞ。おい、お茶入れて持ってこんか。どうぞ。この雑誌の責任者は私です。どうぞよろしく。
と頭を下げたところをいきなり君、僕はあくまで言論の自由のために戦うよ。暴力を振るったというのは確かに悪い。しかしね、げんこつ振り回すだけは暴力じゃないよ。あの雑誌の記事はあれは何だい、暴力以上じゃないか。あれは辻斬りの近代的形式だよ。僕に言わせりゃ青江君も往生には悪いね。自分が撒いた種は自分で買い取るべきだよ。俺は正直言って残念に思うが、僕は西条君の恋人じゃないよ。あの記事のような事実は全くないんだ。もし僕にあんな綺麗な恋人があったら隠したりするのか。僕はいつも真実をありのままに報道することをモットーにしてきました。あの記事が嘘か本当か、あの写真を見てくれれば一目瞭然だと思います。あの写真が撮られた5分後に僕は自分の部屋引き上げてビールを2本飲んだ。それから晩飯食って風呂入って寝ちまったんだ。それだけだよ。それが事実なんだ。アムール社があの写真を盾にあくまで、取り消しを示しなければ僕は裁判に持ち出しても戦う。しかしね、君、おかしな話じゃないか。わめき散らしてるのは青江先生だけなんだからね。西条美和子はこれについては沈黙を守ってる。ねえ、恋に対しては男よりも女の方が正直だっていうが、これは真理だね。失礼だわ、お母様。美和子。ごめんなさい、葵さん。本当は母は私たちを疑ってるんです。自分の娘の言うことよりも、あの印刷された写真と記事の方を信用してるんです。お黙り。お母様たちったら、ただも世間の噂が怖いのよ。私が抗議を申し込むって言ったら、お前には世の中の恐ろしさがわからないんです。こういう災難はじっと我慢してるに他にないんですよ。雑誌などやってるああいう海線山線の人たちを相手にして一体お前に何ができます。僕はこう思いますね。あの連中が恐ろしくやり手に見えるのは、あの連中に突き落とされた人たちが臆病者ばかりだからですよ。みんな泣き寝る島からあの連中がのさばるんです。いいですか、僕たちはジャングルの中に住んでんじゃないんだ。ちゃんと百般の説明の整った国家に住んでるんですからね。それで一体あなたはどうなさろうとおっしゃるんです。国葬しようと思ってます。とんでもない。国葬なんて私そこまで考えなかったわ。法廷出て晒し者になるんでしょ。いや、あいつらを晒し者にするんですよ。どうしたんです。僕たちが正しいってことが分かってるのに、なぜ法廷立つのを怖がるんです。やっぱり君も世間の風当たりが怖いんですね。そんなんじゃありません。じゃあなぜ法廷で戦うのそんなに嫌なんです。じゃあ僕は一人でやります。僕は自分の気持ちをごまかして自分ばかりでなく世の中全体をいい加減なものにするのは嫌だ。個人展覧会やるんですって。15日から1週間だ。押し詰まって、まるで聖母織だしね。売れると思ってないよ。元気ないわね。青井さんらしくないな。もみくっちゃさ。アムール事件。おい、君はどう思う。何を。西条美和子のことさ。綺麗な人じゃないの。そんなこと聞いてやしないよ。あのスキャンダル本当だと思うかい。あんたの柄じゃないわ。なぜ。なぜって、スキャンダルの素質がないと思う。あんたには河村先生みたいな人とは違うわ。あんた安心よ。一番最初裸でポーズするとき、
大抵ちょっとこだわるもんだけど、あんたには平気だったもん。それはそうと、あんた近頃ちっとも裸かかないわね。私の裸じゃダメ。いや別に。いいのよ。やっぱりダメね、子供を産むとお腹の皮がたるんじゃって。でもね、青江さん、裸かきたかったら遠慮なく他の人を呼んでね。私に義立てなくたっていいのよ。そりゃあんたっていうお得意なくすのは辛いけど、でもなんとかなるわ。おいおい、そんなんじゃないよ、バカな。僕はね、近頃日本の裸体があってもんに疑問持ち出したんだよ。日本には裸の歴史がないんだ。堂々と裸体を競った健康な精神がないんだよ。日本人の裸は金星が取れてないとかなんとかいう前に精神的に貧困なんだ。つまり。わかった。あんたは私に恥をかかせないために無理やり理屈をこねるつもりなのね。休もう。いいのよ、あんたはいい人だわね。覚えててちょうだい。私はいつでもあんたの味方よ。アムールを告訴するって話だけど、その時は私を証人に呼んでね。私裁判長に大声で言ってやる。青江先生は絶対にシロだと信じます。私の経験から申しましてもそれは間違いございません。なぜならば、私の裸を一遍だって変な目で見なかったのは青江先生だけだからです。他の先生方は事の多少はございますが、みんな。どうした？あそこ、あそこのガラスの丸め、誰か覗いた。どれ？もういないわ。君がある。この近所には街灯というものがさっぱりない。おかげで下水へ片足を突っ込んでしもうて、えらい目だった。大地、これじゃ不用心でいかん。夜分ご用のあるときは心細いでしょう、奥さん。私平気だわ。それに奥さんじゃありません。あ、いやいや、これは失礼しました。いやいや、あなたが誰であろうと、青江先生とどういうご関係であろうと、私の知らんことです。つまりそのなんです、私は人の私生活というものを尊重しては、しかるに私は憤慨に耐えんのですが、現代では私生活をあげつらって喜ぶという好ましからん風潮が蔓延しておる。幸福な人を不幸にすることはなかなか面白いことらしい。しかしこれでは世の中は闇ですな。昔はとにかく善悪の観念がはっきりしていた。それがこういつの間にかわからなくなって、何がいいことだか悪いことだかさっぱりわからなくなった。私はもう50年も人間をやっておるが、今日ほど善悪のけじめの朦朧たる時代はないです。ところで青井先生、あんたがアムール社長を殴ったというニュースは近来の怪ニュースでした。いや、あれは確かに無分別だったかもしれん。しかし私は時々無分別になるのは人間の自然だと思ってます。永遠に分別くさい人物は安っぽくていかん、ね。前にも申した通り、混沌とした世の中だから、そこでこの理想を通すためには多少の無分別は不可欠。ところがその兼ね合いが実に難しい。つまりここに法律というものがある。あの場合、アムール社長が青井先生を訴え出たとしたらどうなる、ね。とかくこの悪党ほど法律に明るいもんでしてな。危ない、実に危ない。あんた医者に変わりますか。
用心深い人は主治医というやつを持ってますな。ところが生活の相談相手として弁護士を抱えてるのはなくなく少ない。日本では弁護士は5900人しかおらんが、アメリカには17万人もおる。日本では裁判沙汰になってから慌てて弁護士を探す。これはまた危ない。わしの口から言うのは妙なもんじゃが、弁護士の悪いやつぐらい悪いやつはおらん。危ない、実に危ない。ところでご用件は。はい。あ、いや、どうもこれ失礼しました。どうしたんです。あの私のカバンが。玄関よ。ああ。ここにこのアムール社を訴えるというあなたの談話が出ておりますが、本当ですか。本当です。大いにやるですな。15年ほど前ですから、巡査に立ちしょんべんの疑いをかけられたのが悔しくて訴訟を起こした男がおりましたよ。いや、とうとう大審判まで持ち込んで勝ちましたがね。ところで弁護士は決まりましたか。いやいや、まだです。じゃあ私が引き受けましょう。いや、私はね、実にあの雑誌を読んで腹の底から奮撃したんですね。あれ一種の吊るし上げですよ。ああいうことが許されては基本的人権もクソもね、実に全く何と言ってよいか。私はね、猛州でもよいからぜひ弁護をやらせてもらいたい、そう思ったんです。けしからん、実にけしからん。私はね、正直言ってあの堀何がしというような男を人類の一員とは認めたくないですな。あいつは軟禁虫ですな。こそこそしてからに臭い、実にくせ。なんでしょ、あの人くせい、実にくさいなんて。あの人のくついたのがずっとくさいわよ。しかし、なかなかいいこと言うじゃないか。そんなこと、いい人間だって証明にはならないわよ。ヒルタなんて名前からしてへんよ。嫌な顔してるじゃないの。しかしね、よく見ると案外綺麗な目してたぜ。明日は自宅の方行ってみよう。勝手見りゃ大体人物がわかるからね。まあ、あなたも天の弱ね。何もあんな。だって僕には弁護士の当てなんかないしな。じゃあせいぜい前に唾をつけて。はあ、危ない、実に危ない。ゆうたさん、お留守ですか。裏木で回ってください。犬大丈夫ですか。ええ、大丈夫です。青江ってもんですが、ヒルタさんは。お父さんは事務所ですけど。大丈夫ですか。犬どこにいるの。犬は3年前に死んだの。え、不用心だから札はそのままにしてあるの。どこが悪いの。風邪。いいえ、結核よ。ずっと寝てるんです、5年も。もう慣れちゃったわ。みんな退屈だろうって思うらしいけど、いろんなこと空想するだけでも忙しいくらいだわ。それにこんなちっぽけな庭でも花が咲いたり、雲の影が通ったり、小鳥だって来るのよ。いいものを見ていたの。この障子開けてごらんなさい。
立てたのよ。明日までに届ける約束だから、それまでこうやって眺めているの。綺麗だわ。今は冬だけど、これを着る人はきっと春のお花畑を歩いていくような気持ちでお嫁入りするのね。ご婚礼は今度の日曜日なのよ。雨が降りませんように。ちょっと伺いますが、5階の蛭田事務所は？このビルには5階なんかねえよ。今度のリサイタルを中止するなんてのは殺生ですよ。あんなスキャンダルなんかあんた宣伝価値こそあり人気には影響せんですよ。このファンレター読んでごらんなさい。みんな私に椿を吐きかけてきたのよ。私は陰本で不道徳で下劣な女らしいわ。しかし早い話がマイリング一本はもう飛ぶように売れてるんですね。尊敬のない人気なんてたくさんだわ。私、見せ物になるのはまっぴら。そんな、あんた。君よ、知るよ、南の府。このピアノ、音が変だわ。変なのはあんたですよ。今度の旅行から帰ってから歌う歌って言ったらその歌ばかり。
加減にせんか。この前でブラブラするなって言うんだよ。なぜですか。なぜって君はね、あるいは無意識でやってるかもしらんが、今ある男を念入りにからかってんだよ。なぜですか。つまりだね、君はその、おい、あいつ少し自意識過剰だな。仰向きになるとこ見ると怪しいの。薄汚い論理。葵さんはあんたとは違うわよ。相変わらずこっぴどいな。いや、しかし俺はこう思うね。あの温泉で描いてきた絵はずば抜けて、雲取山なんかあいつの傑作だ。何かこう生命力みたいなのがビーッと吹き出してる感じだな。男ってやつはそんな状態の時に絵でして女に惚れるもんでね。どうしたおい。なんだ、まだいるじゃないか広告屋。ラチがかん。しかしあの記事のおかげだぜ。個人店がこんなに入るなんて珍しいよ。だから腹が立つんだよ。今もね、女学生がサインしてくれってやるんだ。しかも恋はオートバイに乗ってって書いてくれってやるんだ。こいつはいいや。あんな展覧会もうやめだ。また短期起こす。だって毎日晒し物になってんの嫌だよ。第一、絵がかわいそうだ。みんな絵の中にまでスキャンダル書き出そうと思って来るんだぜ。まさか、そりゃ少し神経衰弱よ。うん。ねえ、私が展覧会の事務やってあげましょうか。ただ座ってりゃいいんでしょ。でもいいわよ、モデルより楽だわ。でもね、売れたら少しちょうだい。だってもうすぐクリスマスでしょ。坊やに何か買ってやんなきゃ。売れるもんか。売れなきゃ売れないでもいいわ。そしたら私、あの雲取山の絵もらうわ。あれ好きだな。あれはダメだ。どうして。どうしてって僕も気に入ってんだ、あいつは。だからあいつ非売品にしてある。何か思い出があるのね。なんじゃ。ある。ちゃんと顔に書いてある。まあよしなさい、無理するの。もうこれ以上いじめないから。お皿食べられたりしたら困るわ。ああ。それはそうと、その後訴訟の方どうなった。うん、着々進行中だ。本当。ほら、アブニャ、実にアブニャって人に任せっぱなしなんですよ。うかつにお金渡したりしたらダメよ。前に唾つけてるでしょうね。大丈夫だよ。交通費に5000円渡しただけだ。もう切れた。どうしてそんなに。あの人も困ってんだよ。娘が病気だし。ほら、君にいっぺん話したろ。あの子だよ。素晴らしい子なんだ、そりゃ。神様がよっぽど機嫌のいいって作ったんだな。お星様のような子なんだ。あ、僕行ってみよう。もうしっかりなさいよ。その子があんたの弁護士じゃあるまいし。大丈夫。あの子の親父が悪いやつとは考えられん。あんた、ヘンリー・フォード知ってますか。いや、もちろんご存知なはずだ。有名な自動車をす。ところが有名なのはこれだけではない。彼はあるジャーナリストに送って、すなわち精神発育不全者であると書いた。ええですか。それを名誉毀損で訴えて、ついに勝訴となった。損害賠償金はたった7セント。7セントですよ。しかも数万ドルの訴訟費をかけて惜しまなかった。人権を守るためなら安いと。はぁ、立派なもんです。ところで、この青江という人物がこのフォードにちょっと似ておる。もっともこちらはこのオートバイのフォード。ただもう向こう水に突っ走る。これがまた怖い。告訴したが最後勝つまでは最高裁判所まで持ち込みかねない。いや、そうなんです。人間が変わっておると訴訟の内容も変わっておる。この金の出た雑誌広告を一つ残さず回収して、それを原告に引き渡せという。ね、それが不可能ならば、それに該当する諸経費万端数千万円を原告に支払ってもらわなればならない。ちっこい会社は人たまるのね。つまり破産でしまう。法律はね、
人を保護するためにあるのだ。一方では人を突き落とす作用もする。危ない、実に危ない。ちょっと拝見。おかしいですね。名誉毀損で訴えるか、あるいは損害賠償を請求するとあるが、あの記事の主人公は西条さんですからね。その西条さんが沈黙を守ってる限り、青江さんは3枚目ですな。訴訟するなら連名でなきゃおかしなもんですよ。いや、あなたは若い。ええですか、青江氏が連名で訴訟しないところに深い要因がある。このケースはね、西条都城の証言が勝敗の鍵ですよ。つまり連名であると原告の一人である西条都の証言は所詮本人の言い分だから価値が少ない。深い用意ともしたのはこのことです。ええですか、西条都城が証人台からあの大きな目玉に涙をいっぱい溜めて裁判長と立ってごらん。どんな裁判長でも同情の涙を禁じ得ないですな。おい浅井君、丸ビルの片岡先生の法律事務所に電話してくれ。お帰りにちょっとお寄り願うようにな。あの片岡博士を ご存知か。博士は社の顧問弁護士ですよ。こういう商売やってるとよく訴訟するぞって顔をして揺すりに来る太刀の良くない連中が現れましたな。しかし先生、法廷では大いに華々しくやってほしいですね。社では真相発表の特別号を出しますよ。きっと疑いなしですな。裁判くらいいい宣伝はないんでね。ところで先生、せっかくおいで願ったのにこのままお引き取り願うのも愛想のない話だし、どうです、一杯。まあな、父さんったらまたベロベロに酔って。まさご、まさご。ああ、静かに静かに。今やっと休んだところなんですよ。父さん、今夜8度5分もあるんですよ。お土産だ。どうだ、うん、大きな熊だろ。父さんに前からこれに目をつけてたんだよ。それからお前の好きそうな綺麗なものをいっぱい買ってきた。お父さん、青江さんが来たわ。このリンゴ、青江さんのお土産。青江さんはね、お父さん、いい人だ、いい人だって言ってたわ。でも、心の底じゃ、お父さん、なんか悪いことをしなきゃいなって、とても心配してたわ。私、よくわかるの。今夜みたいに、熱のある時、人の気持ちが怖いほどわかるわ。でもお父さんはまたなんか悪いことをしてきたのね。ダメ、私には
よくわかるの。今夜のお父さん、とても優しい気持ちになってるのね。何もかも悲しいのね。誰にでももっと親切にしなきゃと思って、胸が苦しいくらいなの。お父さんが悪いことをしてきた日はいつでもそうだわ。わざわざ。いいのよ、いいのよ。でも私、お父さんの親切が嬉しいわ。この熊も素敵だわ。まさか、父さん悪いやつだよ。悪党だよ。いや、いい人よ。いや、父さん悪いやつだ。それは大して悪いやつじゃないかもしれん。しかし、ウジ虫だよ。いつの間にこんなやつになっちまったんだろう。父さんね、昔は人に騙されてばかりにいたんだよ。騙されてはバカにされ、バカにされては騙されていたんで、そのうちに、ね、父さん、これじゃいけないと思って、人に騙されないために人を騙すことを覚えちまったんだよ。父さん、また、もう分かりましたよ。まさこは疲れるじゃありませんか。いいのよ、お母さん。お父さんは話したいだけ話した方が楽なのよ。そうだよ、まさこの言う通りだよ。母さん、人間はね、誰かに心の底をぶちまけなきゃ胸の中を使えて生きていけないものなんだよ。母さんはね、何にも話さない。誰にも心の底をぶちまけない。しかし母さんは話す代わりに、ああやって針を動かす。自分の胸の中に仕えてるものを一針ごとに吐き出してるんだよ。ところが、父さんは喋らないとダメな立ち目なんです。それはそうと、まさか父さんどこまで話したか。人に騙されないために人を騙すことを覚えた。そうなんだ、人間はね、そういう悲しいものなんだ。人間は弱いんだ。弱いから角があるから危ない。実に危ない。わしは新聞を見てアホイという男がかわいそうになって、まるで自分のせがれが殴られたように腹立った。ほんとこれだけは間違いない。食い物に塩だったら夢にも思わなくて。ところが、ここに堀成橋という悪党がある。これこそ正真正銘の畜生だ。こいつが儲けた金はそれこそ天下の悪戦だ。これを吐き出させるな、天の裁き。父さん、そう考え。それが間違いのもとだった。実に全くこの不利になりがし、理想的な悪党だ、天才的な貫かだ。父さんがね、こういう具合この世の中を押し渡れたら大成功疑いない、そう考えていた。そのとおりを実行している男だ。つまり実に嫌なやつだ。鼻持ちなら男。この加藤さん、この金木みたいな下劣さに、父さん、負けた。
負けちゃったんだよ。はっと思った時はもう遅い。電話、アムールって雑誌社からですよ。留守だと言ってください。てめえんとこの電話みたいなつらすんね、ボケ娘。ことづけだけ言うとね、来ちゃったんですよ。川崎の競輪場で待ってるそうです。青井さんはいらっしゃいません。こちらにはおいでにならないんですよ。雲取山の非売品で出ておりますけど、どうしてもお譲り願えないんでしょうか。はあ、それがね、ダメなんですよ。葵さんはあの絵に何か大切な思い出があるらしいんですわ。あら、あなた西条美也子さんね。頼むぞ。
やいや、もういいや、それじゃあんまり甘いそうだ。いいじゃないですか、こんな話したらね。先生にちょっとお願いもあるし。しかし、私は原告の弁護人であって被告の弁護人ではない。これを間違えると大変なことになる。やばなこと言いっこなし。早い話が、先生だって僕と示談にした方が儲かる。その方が僕も助かる。時間が助かるんです。青江氏にしたって恥の上乗りをしないで済む。参謀丸く収まる。原告も被告もないですよ。西条宮子と連名でなきゃ訴訟は見込みがないってずるずる伸ばすんだな。どうです、もう一番。冷えますな。決まってるわ、冬ですもの。蛭田さん、訴状は提出しましたか。それがですな、そのつまり。まだなんですね。それはよかった。は？え？さよう。いろいろと先輩の意見を聞いてみるとすな、西条宮古城と連名でないとどうも面白くない。だからして。それなんですよ。紹介しましょう。こちら西条宮子さん、こちら蛭田弁護士。実は今日西条さんがわざわざ訪ねてくれましてね、連名で訴訟を起こすことに同意されたんです。僕としても胸の使いがこう取れた感じでね、こうしてうちはやろうってとこなんですよ。何もないが、どうぞ。どうぞ。いや、その何ともかとも間の悪い話でしてな。人間信用されたら手も足も出ねえ。何しろあの青江という男はその、よせったら今さら弁解されたって始まらねえや。すっとばけるのもいい加減にしろ。ただこぎって切ったんじゃねえぞ。法廷でやるだけのことはやってもらうからな。おっさん、原告被告両方の弁護人だってことを忘れねえようにな。ねえ社長、大丈夫でしょうか。バカ、不景気な声出すな。すぐ片岡博士の事務所へ電話してくれ。片岡博士、片岡博士って社長、あれはったりじゃなかったんですか。はったりだったらどうしたってんだ。だって誰の紹介もなくって、博士が拝み倒すんだ。そうでもしなきゃいられねえじゃねえか。これは弁護士としての私の心情ですが、私はどんな弁護でも引き受ける。しかし無謀な戦い方だけはしたくない。先生、無謀なのは無効ですよ。何、私は自信があります。私はアムール社の名誉にかけて。しかしこの訴訟の争点は決
局そういう事実があったかなかったかというところまでいくと思いますな。その点に自信がおありなら積極策を取るべきですし、もしそうでないならば。メリークリスマス。奥さん。
何か取ってよ。自分の持ってきたお酒ばかり飲んでられたら商売になんないわ。おう、そうだそうだ。なんか適当に持ってきてくれよ。七面鳥いかが？ニワトリで結構。クリスマスだ。七面鳥にしましょう。結構あんたは若い。そういうところではね、七面鳥もニワトリも内容は同じです。違うのは感情書きだけでね。ねえ、私あなたどっかで会ったことあるわ。うん。Oh, sorry.
どこの前に星が降りてる。おい、おやじ、人生は涙ぐましいな。こんな汚い町にも星様が住んでる。お前みたいなくだらねえ悪党にも星様のような娘ができる。今時報復に烏帽子で出てくるやつがあるかい。注目のアムール事件後半は去る1月25日東京地方裁判所で開かれました。私は誰でしょう。この日烏帽子姿で現れて万丈の失笑を買った原告代理人蛭田弁護士。山の中であったんで住所も名前も知りません。今は探してるんです。静かに。原告代理人はその件について原告当人と打ち合わせをしておらんのかね。お出になりまして、女の方はその後ろの荷物を載せるところへお腰掛けになりまして、はい、ええ、
お部屋は別々でございました。でもお忍びの方はよく他人の中人泊まりになりますわ。わざわざ出かけてたのに追い返されちゃったんですよ。飛んだ三枚目ですか。縁側の投資で向かい合って楽しそうに話してました。それとも風呂から上がったところらしかったんです。濡れたて人が二つ手製にかかってました。写真にも写ってます。では原告側で尋問してください。ありません。裁判長、半枚です。私証人になります。青井さんはそんな人じゃない。先輩弁護士しっかりするぞ。先輩なんていらない。お前そんな、どうか気を悪くなさらないで。熱が少し高いもんですから。嘘よ、熱なんかないわ。お母さん、母さんもあっちへ行って。どうしたの君。僕はちっとも来なかったから。ごめんよ。でもね、裁判の方が忙しくて。ほっといて。あ、すいません。どうかもうおいでにならないでください。どうして。この子はもし父さんがあなたを騙してたらと考えて、いても立ってもいられないでございます。いいえ、この子は裁判があんなふうになったのはみんな父さんのせいで、父さんがあなたを騙してるからに違いないと考えております。だからこの子にとってあなたのご親切ほどありがたくて、そしてこんな苦しいものはございませんので。私にはよく分かっております。あなたがお帰りになった後で、この子はきっと投げつけたこの花を一つ一つ拝みます。拝んで泣き、なんでは泣き。まさかそういう子なんて。僕は正直に言う。君みたいな子に世間並みのおざなりって始まらない。僕だって君のお父さんが何か僕を騙してるらしいってことぐらい分かってるよ。でもね、あの人は悪い人だからそうなんじゃない。弱いからそうなんだ。騙したって騙しきれる人じゃないんだ。僕はこれだけを信じてる。だから君はそれを信じておくれよ。ね。僕は誓う。僕は絶対に君のお父さんにそんな悪いことさせやしない。その自信がなかったら初めから君のお父さん頼みはしなかったよ。大丈夫だよ。心配しないでいいんだよ。第一、絶対に僕たちは正しいんだ。負けるはずがないよ。あのね、探してた僕たちの証人も見つかったんだ。もうこっちのもんだ。ね、もう泣かないで。
町人は一人ずつ尋問します。誰か一人、みんなを代表して宣誓書を朗読しなさい。立。君たち、君たち、誰か宣誓書を読むんだ。宣誓書ってなんだね。静かに、静かに。つまり尋問に対して決して嘘をつかんと誓うんだ。何言うだ。俺はこの年になるまで嘘をついてもずれ。あなたこの人たちを知ってますか？知ってない。知っているから呼んだんだね。静かに、静かに。ではどこで会いましたか？河童沢。河童沢のそばで雲取山の絵を描いていただよ。ああ、俺あんな絵見たことねえだ。もう雲取山ってあんな描くはねえだよ。ああ、静かに。いや、聞かれた職人だけが答えるように。では証人に聞きます。その時この人たちは一緒でしたか？女の人は後から来ただよの。間違いねえな。うんだ。ではどうして二人が一緒にオートバイに乗るようになったか知ってますか？はい、それはこういうわけでございます。女の人はバスは乗らねえで歩いてきたもんでよ。たーちまん疲れていただよ。それでは見てられねえから、あの荷物だけ運んでやるべって、この伊角さんが言い出しただよなあ。それからはいっそのこと後ろさ乗ったらどんなもんだってことになっただよなあ。静かに、静かに。これで私の尋問も終わります。では被告側で尋問してください。別にありません。その代わり、ただいまの証言に関して原告代理人に釈明を求めたい。どうぞ。原告代理人はどうしてこのような重大な、しかも唯一の証人を裁判当初から用意してかからなかったのですか？行きずりの人であるから、ところも名前もわからなかったという。しかしわからないままに裁判を申請しています。私は被告の代理人としてその理由を了解するに苦しみます。これが正しい裁きを望む者の態度でしょうか？私は原告代理人にその点の説明を要求いたします。片岡さん、うまいこと言うな。逆手だな。原告代理人、何か答弁はありませんか？
答弁は重大だぜ。これじゃあせっかくの答弁がゼロになる。ゼロならいいがマイナスだよ。原告の代理人から格別の答弁がないようです。では本日はこれで閉廷いたします。次回は言わないことないわ。あんな無事屋みたいな男を信用するからこんなことになるのよ。あんたはいいですよ、自分のやりたい放題をやったんだから。でも西条さんは気の毒よ。私なら平気よ。嘘おっしゃい。なんだか自信がなくなりそうだから急にこの男が来たくなったんだよ。気に障ったら謝るよ。しかし本当にすまんな、あんたには。いいのよ、負けたって。高等裁判所だって最高裁判所だってあるんでしょ。どうしたんです？まさか、まさか死にました。父さん、葵さんが勝った。葵さんが勝ったと叫びながら。死んでしまった。裁判所は前回までの弁論でほぼ双方から申請のあった
証拠の取り調べを終了したものと考えます。で、本日は従来の弁論の結果に基づいて最後的にもう一度原告被告双方のご主張を聞き、本件の争点を明確にし、裁判の公平を期したいと思います。では原告側から発言してください。原告代理人、何か発言はありませんか。原告本人、青江の尋問を求めませんか。裁判長、私に発言させてください。どうぞ。本日までの公判の結果は明らかに我々に不利です。新聞にも我々の敗訴は確実だと書いてある。しかし僕はどうしても負けるとは信じられない。なぜなら僕たちは正しいからです。あの記事は嘘だからです。片岡博士はこの前の公判で、僕たちの唯一の証拠を見事に逆転取られて、僕たちが裁判そのものを軽々しく取り扱っているという証明に利用された。しかし僕が悪かったとすれば、それは法律というものを単純に信じすぎたことだけです。僕は正しい。それは僕らが一番よく知ってる。だから手放しで法廷に出たんです。しかし今や僕たちには自分の主張を証明できると考えていただけるような証拠はないかもしれません。あるのは僕とここにいる西条君の顔だけです。裁判長、よく見てください。これが嘘を本当だと言いくるめようとしている顔に見えますか。静かに。他には何か言うことはありませんか。ありません。原告西条としては何か発言はありませんか。では被告側で発言してください。ただいまの原告ご本人のお話は誠に芸術家らしい率直な論旨で胸を打たれました。しかし誠にごもっともなことながら、裁判というものに対していささか誤解があるやに拝聴いたしました。それはさておきまして、被告代理人がこの際特に指摘いたしたいのは、この訴訟における実際の相手方として原告代理人のお考えであります。いやしくも代理人として弁護士が法廷に立つ以上、その弁護士もまた裁判に対して厳粛な責任があるのです。私は原告代理人に対し、その点に関するご見解の釈明を求めたのです。残念ながら答弁はありませんでした。また原告ご本人青江氏は、自分が正しい、それは自分が一番よく知っていると申されましたが、これでは全てが水かけ論に終わるでしょう。被告にも正しいと思う根拠があったのです。被告も自分は正しいと信じているのです。双方も何か述べておくことありませんか。あります。ただいま、片岡博士は被告も正しいと信じていると申されました。それは違います。その明確な証拠、私は持っておる。
裁判長、原告側の証人としてこの蛭田を証人台に立たせていただきたい。被告がご異議ございませんか。どうします。理由は、異議を申し立てるには理由を明らかにする必要がありますが。被告がご異議ございませんか。では証人台に立ってください。これは被告から私に振り出された10万円の小切手であります。ただいまの小切手を原告の証拠として提出しますね。はあ。では証人に尋問いたします。この小切手は原告側の証拠としてどのような意義を持つんですか。私が前回の法廷で片岡博士に答えられなかった理由はこれです。私はこの小切手のために証人の申請を怠った、この法廷を汚した、裁判長にも片岡博士にも私も依頼者も、お詫びの申しようもない。私はここに私の不正と一緒に被告の不正を主張いたします。被告代理人、成立を認めますか。成立を認めます。ご感想は。勝利の感想はどうです。それは嬉しいさ。しかしそれよりも。それよりもどうなんです。これは記事にはならないよ。おっしゃってくださいよ。何ですか一体。僕たちは今お星様が生まれるところを見たんだよ。え、具体的に。無理だ、他に言いようがない。蛭田弁護士のことですか。まあそうだ。薄いたね、星だな。
とにかく僕たちは生まれて初めて星が生まれるところを見たんだ。その感激に比べれば処理の感激なんてケチくさくて問題にならん。